甲府銀座ビルはかつて山梨県甲府市に存在した建築物である。1970年代の甲府中央商店街付近には岡島百貨店やスーパーマーケットチェーンである小木の本店など複数の各店舗をはじめいくつもの商店街が入り組んでいる状態であったが、各店舗はいずれも県内資本の地域密着型であったため、全国チェーンの大規模資本が参入をもくろむようになる。 中央商店街は各店舗と結託して県外資本の参入を阻止しようとするが中央商店街の中で外れにある銀座通りの商店街は甲府駅前に県外資本の店舗が進出することに危惧しそれならばと当時事業を拡大していた大英をあえて中央商店街に誘致する決断を取ったそして東映系の映画館電気館跡地に地上8階建て 地下1階建てのビルを建設し、1974年に中心部発となる県外資本の各店舗大英交付店が開業した。大英交付店の影響は大きく、経営難がささやかれていた丸の内地区にある中込百貨店の経営破綻を決定づけただけでなく、中央商店街の歩行量を大幅に押し上げる結果となった。結果として大英交付店の進出は、 甲府中央商店街にとってもプラスに働いたが、中込百貨店後に甲府西部が進出したのをはじめ、岡島百貨店や甲府駅前の山港百貨店が増床・改築を実施するなどしたため、大英も総合スーパー、トポスへの業態転換を行い、1989年9月9日にトポス甲府店に改称した。しかしこの頃から、モータリゼーションの影響による、 郊外化が進み、駐車場の確保が困難な状態である、中心部の商業施設は軒並み低迷。トポス交付店も、例外ではなく、売り上げが落ち込んでしまう。また、親会社の大英も、平成不況や阪神、淡路大震災の影響から、経営危機に陥り、不採算店の整理を開始する。そして1998年に、交付西部が閉店すると、さらに客足が遠のき、 翌1999年11月14日、交付店も負債3店の対象になり、閉店した。大英撤退により、交付銀座ビルは数年にわたり空き店舗となったため、空洞化を懸念した交付商工会議所は、小木野の会長でもある、小木野会議所会頭に出店を要請し、小木野会頭もこれを了承し、2003年に、同ビルの1.2階に、小木野カスがモール店を開業した。 またこれと同時に、甲府市役所の施設も入居することになり、4.5階に市民交流拠点甲府あるじゃんを設置し、同ビル及び中央商店街の活性化を図ったが、駐車場不足という根本的な問題が解決しない状態での開業だったため開業初年度から苦しい経営が続き、また甲府市も財政難のため2008年4月に5階を閉鎖し、4階のみに、 規模を縮小した甲府銀座ビルを活用する事業を盛り込んだ、甲府市中心市街地活性化基本計画も見通しの甘さから、中心市街地活性化法の認可が遅れ、11月に、ようやく受けたものの世界同時不況の影響からおぎの、および、甲府市役所はこれ以上維持することは困難と判断し、2009年2月14日をもって、 カスガモール店の閉店及び交付あるじゃんは閉鎖された。閉鎖後は常日で策定された交付市、中心市街地活性化基本計画においても、中心市街地活性化のボトルネックであると懸念されていたが、築35年が経過し、老朽化が進んでいることから具体的な活用手段が見出せずにいた。オギノ及び交付市役所が撤退してから十ヶ月後の二千九年十二月に、 所有者が東京都内在住の女性に変更され、10階建ての複合ビルへ建て替えを公表。2010年7月に事業会社を設立し、準備に取り掛かっていたが、2011年2月に税金を滞納していたことが発覚し、東京国税局に差し押さえられた。ビルは競売にかけられ、同年6月の最初の競売ではもともと同ビルを管理していた会社が、 落札権利を得たが、期日までに入金しなかったため不成立。同年9月に再度競売にかかったが、落札者は現れなかった。2度にわたる競売不成立の理由として、上述の通り老朽化が進んでいることから、現在の建物は解体、または大規模な改装が必要となり、それに対する費用が膨大になることが挙げられている。 2013年6月4日に3度目の入札が行われ、競売の結果東京都の不動産会社、アクロスが9200万円で落札権利を手にすることになったが、先日の女性から意義申し立てが数十か後にあり、国税不服審判所による審議が行われることになったことから売却は保留となり、同年度内の着工は困難となっていた。 年度が変わった2014年6月11日に東京国税局が同月10日付で言い申し立てを棄却、落札したアクロスが翌月までに落札額を納め正式に取得した建物は同年11月より解体が始まり甲府銀座ビルとして終焉を迎えた甲府銀座ビル跡地に建設されたデュオヒルズ甲府跡地は落札したアクロスに加え フージャースコーポレーションと東京ガス山梨。2017年秋の完成を目指し事業が進められ、2018年2月に、竣工した。AB 山梨県の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。AB トポス過去に存在したトポースの店舗より、ありがとうございます。